メイクアーティストのアスカです。フリーランスのヘアメイクになって10年目になります。その中で2017年、2018年ビジョナリーアワードロンドン世界大会で準優勝、優勝をチームで果たしました。現在は広告などのテレビメディアを中心に活動しています。キャリアを積むということは無駄を省くことだと思っています。不要な道具や技術というのはどんどん削ぎ落としていって、逆に必要な部分に時間をかけてクオリティを高めていく、それがキャリアだと思っています。アスカさんのメイクの印象は、なんか普段使わないような色を取り入れるのがすごく上手だなって思っていて、自分の知らない顔をどん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 引き出してくれるなっていう印象があります。アスカさんのメイクにはとても安心感があります。どんな、悪いコンディションの時でも綺麗に仕上げてくれるので、カメラの前に立つ勇気があってます。また私のマイナスポイントは目の周りのクマで、これはすごい昔から悩んでることなんですけど、ただカバーするだけじゃなくて、アスカさんのメイクは立体感を出してくれるので、とても綺麗な仕上がりになります。私にとってメイクの定義はセッションです。撮影の中では監督やクライアントともセッションになるし、演者さんともセッション、そしていろいろなスタッフともセッションになります。いろいろなプロがその撮影現場で集まると、ジャズのセッションみたいだなと思うことがあります。セッションって感覚でやっていますけど、やっぱり基礎がないと音楽も合わないんですよね。プロの集団が集まると、素敵なケミストリーが起きて、そして素敵な偶然が起きるんですけど、それが作品となっていくと思っています。アスカさんのメイクの特徴で一番感じてるのは、なんか影のつけ方とか光の当たり方で全然変わってくるのに、なんかどこの方向を向いてもすごいちゃんと影があるように見えたり、彫りが深くなるように見えるなって思います。アスカさんのメイクは本当に魔法使いだなと思います。かっこいい自分にも、かわいい自分にも、綺麗な自分にも出会える、そんなメイクが大好きです。アスカメイクとは、いかなる顔も立体的に作り出すです。私は好きな哲学者の言葉で、人は一生のうちに出会うべく人は必ず出会う、早くもなく遅くもなく寸分の狂いもなく必ず必要な人に出会う、今の私があるのも信頼できる仲間の方たちと出会えて、そして支えてもらってるおかげだと思っているので、私は人生において人とのご縁っていうのをすごく大切にしています。同じ現場って二度とないと思うので、これからも基礎を大切にして、文化を広げ、私のアスカメイクを奏でていきたいなと思っています。